皆さんこんにちは、あいちゅんです。今日はですね、用心棒本坊店さんにやってきました。イエーイ。大人気ラーメン企画第2弾です。第3弾か。ラーメンが前回結構好評で、ラーメン企画これもまた好評だったらね、また二郎系ラーメン行きたいと思います。早速行ってみたいと思います。じゃあ、混ぜそばですね。混ぜそば行きたいと思うんですけど、少なめでも結構多分多いと思うんで、少なめにして、で、味玉が人気みたいなんで味玉つけます。え、あと 何がいいだろう。なんかチーズ美味しそう。チーズつける。混ぜそば、味玉、ダブルチーズで行きたいと思います。今日もなんか結構気合入ってます。気合入ってます。やっぱなんかさ、あっかつじゃん。楽しみですね。なんで混ぜそばにしようと思ったんですか。混ぜそばが有名らしい。混ぜそばっていうか初めて食べるんですけど、混ぜそばってまず何？混ぜそば食べたことないですか。ない。すいません、いいですか、今質問して。混ぜそばってそもそも何ですか。混ぜそばはラーメンは汁がない、あるんですが、混ぜそば汁なしって言われて、ああ、汁なしラーメン。そうですね、あの特製のタレと、油で麺を麺に味付けして、その上に具材が乗って、はいはいはい、あとはもう混ぜそばというんですけど、お好きに食べていただくのが日本の理由というか、多分人によってはいろんな食べ方を、上から食べていく人もいれば全部混ぜて食べる人もいるんで、はいはいはい、わかりました。すごいね、汁なしラーメンだ。あれ以来ラーメン屋さん行きました？いや、行ってないです。嬉しいです。だってあれからあんまり時が経ってないよ。プライベートであんま行かないんですね、ラーメン屋さん。誰も誘ってくれないから。一人でとか行かないんですか？行かない。一人でご飯食べると豆腐食ってる。でもさ、なんか二郎系ラーメンとかってさ、なんかこういうラーメン食べるとさ、あ、また行きたいなってさ、結構なるって言うじゃん、中毒みたいな。わかる、その気持ち。なんか2、3日経ったら、あ、なんかラーメン食べたいなってなったもん。わかります、その気持ち。それでは混ぜそば少なめ、味玉付きのダブルチーズのお客さんのトッピングをどうしましょう。はい、野菜増し、ニンニク、生姜、油、から玉、唐揚げ、ガリマヨお願いします。から玉と唐揚げがどちらか選ぶ形。あ、本当だ、どっちかになってる。じゃあから玉で。から玉で、野菜増し、ニンニク、生姜、油、から玉、ガリメルで。はい、はい、お願いします。初のから玉です。めちゃくちゃスラスラ言えるようになってるじゃないですか。もう特訓してるみたいなもん。うわー、すごい、なんだこりゃ。マヨネーズのすごいね。うわー、チーズがどっさりかかってますよ。すごい。ラーメンにマヨネーズかかってるの初めてかも。お待たせいたしました。ありがとうございます。早速いただきます。これ全部混ぜていいのかな。どうしたらいいの。混ぜそば初めて食べるからさ、マジわかんないんだけど。すごいね、チーズもかかってマヨネーズもいっぱいで、すごい。すごい、すごい。いただきます。めっちゃマヨネーズ合うね。今卵のとこ食べたんだけど、めっちゃこの生卵が絡んで美味しい。なんかいろんな味がこれ楽しめるね、このさ、チーズのとこは。うん、うん、うん、めっちゃ美味しいんですけど、ニンニクも効いてて、すごいすごいね。混ぜそばって楽しいんだけど。うわわ、うん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 、うんうん、あ、これが辛玉。うんうん、ちゃんと辛い、美味しい。ちょっとね、今麺をね、こう掘り出して、麺を掘り出して天地返ししていきたいと思います。すごい出てきた。
すごいね。いただきます。うん、うん、結構しっかり麺の歯ごたえがあって、なんか太麺だからめっちゃ絡む。美味しい。うん、うん、とにかくさ、合うんだね、このマヨネーズと。これ、お肉食べたい。食べやすい大きさになってます。うん、柔らかい。なんか楽しいんだけど、なんかいろんなさ、食べ方ができてすごい楽しい。あと、なんか味玉が美味しいらしい。うん、見て、うん、おいしい、おいしい。なんか本当に混ぜれば混ぜるほど味がどんどん変わっていく。ちょっと一回集中して食べたいと思います。うん、野菜もチーズのところとかいろんなとこがあってすごい美味しい。うん、美味しい。うん、なんかずっと味がなんかさ、いろんな味が楽しめるからさ、全然飽きないね。全体的に混ぜたら結構辛くなってきて、私はめっちゃ好きです。辛いの苦手な人結構辛いかも。なんかいけそう。マヨネーズって合うんだね。うん、うん、なんかあっという間に食べ終わりそう。寂しい。うん、お肉がめっちゃ柔らかい。うん、うん、なんか全然飽きない。これ最後。
ました。美味しかった。めっちゃお腹出た。でもすごい美味しかった。なんかいろんな味が楽しめて、混ぜそばいいですね。めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、皆さんぜひ来てみてください。美味しそうだなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。はい、ここからお知らせなんですけど、私、公式 LINE を始めました。イエーイ。結構あの LINE の限定の動画だったりとか画像だったりとか、あとはもう本当に恋人かなっていうぐらいのあのメッセージとかを配信してるので、ぜひぜひ皆さんお友達になってください。よろしくお願いします。ツイッター、インスタもやってますのでよろしくお願いします。概要欄に貼っておきます。ということで、公式 LINE の方お友達になってくださいね。よろしくお願いします。バイバーイ。パッパイパッパイパッパイ。